ヤンマテイコが、スタンチク1514年、華やかな宮廷舞踏会の最中に、楽屋にていち早く、スモレンスク陥落の速報を受け取り、考えにふけるスタンチク画中のスタンチクの顔は、作者のマテイコ自身のものであるとされるヤンマテイコの作品のうちの最高傑作の一つで、ポーランド絵画の代表的作品の一つ、スタンチクは、 ポーランドの歴史の中で最も有名な宮廷道家師彼は、アレクサンデル、ジグムント一世イ,イロ王、ジグムント二世アウグストという三代の王に仕えた。歴史家たちはこの道家師の本名を、スタニスワフ・ゴンスカと推定しており、スタンチクは、スタニスワフの愛称。また、ゴンスカは、実際は、 スタンチクの同僚の同決死でその実力の点でスタンチクに少々をとっていた人物の名だったと主張する歴史家もいる。スタンチクはいつもただの芸人であることをはるかに超えた存在だったと考えられている。知性と政治哲学者としての才能にあふれポーランドの現在と未来の状況について周囲の者のに異形の念を起こさせるほどであった。 彼が発する気の利いた冗談は、政治と宮廷の時事問題に関連しており、彼は、自らの道化師としての仕事を通じて、風刺という手段を用いながら同時代の人々に、対する批判と警告を行った。スタンチクの発言と冗談は、ウカシュグルにつき、ヤン・コハノフスキ、マルチン・クロマー、ミコワ・イレイといった、同時代の著述家や、歴史家の多くによって記録されており、 彼らはミナスタン地区を真実のために見せかけの偽り事と戦った人物として称賛している。最も広く知られている逸話は王の狩猟の行事の時のものである。1533年、ジグムンと一世王はリトアニアから巨大な熊を取り寄せた。この熊は首都クラクフ近郊のニエポーミツェ近くにあるニエポーミツェの森に放され、これを王が狩ることになっていた。 この狩りの最中、熊が、王、王妃、その側近たちからなる一団に向かって突進をし、一同は強行をきたして、大混乱に陥った。王妃ボナはこの時の落馬で流産をしてしまった。スタンチクが熊に構わず逃げてしまったことで、王が怒って、後にスタンチクを批判した。この時、スタンチクは、こう言った。 檻に入れられている熊を放すことの方が馬鹿げたことでしょ。う。この発言は、王のプロイセン公領に対する政策への当てこすりであった。プロイセン公領はポーランドに征服されていたが、王国の直轄領にはなっておらず、俗領として一定の自治権が与えられた状態だったのである。後に、プロイセン公領は、独立国家となり、ロシアオーストリアと共に、 ポーランドの分割に参加する。ありがとうございます。